し引き。はい、こんにちは、山口和也です。今日はこのミルクマンをご紹介したいと思うんですけども、こんな感じのものです。じゃん。はい、これですね、ミルクマンってやつなんですけれども、これね、ペダル型でディストーションとかオーバードライブペダルかと思いきや、これ実はね、アンプなんですね。で、中に真空管が入ってまして、プリ管ですね、プリアンプ部がリアルチューブで、パワーアンプ部がソリッドステートの 50W ということでですね、アンプとしてキャビにつないだり、ここですね、キャビにつないだり、エフェクトペダルとしてですね、アンプのインプットにつなぐこともできます。それはまあプリアンプ的使い方ですかね。で、さらにはキャビネットシミュレーターもついているので、録音、ライン録音もできたりですとか、あとはここにですね、ヘッドホン端子もついているので、ヘッドホンでもモニタリング、まあ、これだけで、音を聞けるっていうこともできます。結構いろんな使い方ができる、ペダル型アンプっていうものなんですよね。で、こちら、まあ、音的なところですけれども、スイッチが2つついてますけど、これはエフェクトのリバーブとトレモロのスイッチですね。ということは何かというとですね、まあ、F 社的な、アンプのサウンドなんじゃないかなという感じなんですけれども、まあね、ここがボリューム、トレブル、ベース、割とシンプルですね。まあ、アンプ部はこの3つのボリューム。で、こちらがエフェクト、リバーブの量と、デプスレート、これトレモロですね。で、マスターがついているという感じでですね、結構見た目というか、コントロール部はシンプルなんですけども、とりあえずまあ音ですよね。まあ、ちょっと今日はカメラのマイクで申し訳ないんですけれども、ちょっと音を出して聞いてみたいと思います。まずはですね、まあ、真骨頂ともいえるキャビ接続、まあ、これをアンプとして使った感じでですね、ちょっと音聞いてもらおうかと思うので、こちらのキャビに今スピーカーケーブルで繋いでます。ではどんな感じの音になるかちょっとやってみたいと思うんですけども、今ですね、マスター、これがですねフルアップ状態で、でこのボリューム、まあこれがプリアンプですね、これがポスト側、プリ側で、こっちを上げていくと音量がクリアに出ると。逆をすると歪むんですけど、ちょっとまずはクリアなサウンドで、結構音量感出ます。音量感これで、こんな感じのサウンドですね。まああったかいこうチューブアンプ、ザ・チューブアンプというサウンド、まあトラディショナルな伝統的な音が鳴って、すごくいいですねいいですね。もう普通の語彙力のないこのエンドですけど、いいです、はい、もうシンプルで結構いい音出ちゃいますね。まあその F 社アンプが好きな人はまあまあ問題ないんじゃないかなと。次は逆バージョンでボリュームを上げてマスターを上げていくと、ちょっと歪みバージョンでやってみたいと思います。こんな感じですね。すごく歪むっていう感じじゃないんですけども、ムチッとした感じの渋い歪みですね。シングルコイルにすると、あ
チューブスクリーマーとかかましてみるといいと思うんですよ。で、ちょっとここに用意してみたんで、ちょっと接続してみますね。はい、繋いでみました。で、今これがオフの状態で、まあちょっと歪みは若干軽くしましたけれども、これでもいい感じの音してるんですけども、チューブスクリーマーでさらにブーストしてやると。感じのサウンドも出てきますね。ちょっとボリュームついてます。あー、いい感じ。感じのサウンドがこれで出せちゃうというですね、なかなかのアイテムですね。これね、あのジョン・メイヤーとかも使ってたり、あとマテウス・アサトもですね、インスタに上げてたりしたみたいで、その名だたる名手がですね、気に入って使ってるこのミルクマンのこのザ・アンプということですね。結構注目度が高かったみたいですけど、知る人ぞ知るブランドだったんですけれども、ついに日本上陸ということでですね、こんな感じでご紹介してます。で、今はまあエフェクトはつないだりいろいろしてましたけど、ここですね、リバーブとかトレモロフリーにしてみましょうかね。少し上げて、こんな感じですね。これでリバーブですね。よいしょ、はい、切ってます。はい、今ずっとかかってましたけどね、こういう感じの割とスプリングリバーブですね、やっぱね。でもピョンピョンしない、なんかこう上品な、そこまでいくのかな。あ、いく、結構いきますね。出せますね、はい。で、リバーブ切ってトレモロ、非常に音楽的な、いい塩梅ですねこれも語彙力がない滑らかというか、ここまでレート上げなくていいな。でリバーブもオンにしてますね。ちょっとハムにしてみます。こういう感じのトレモロですね。はい、エフェクト部分はこんな感じになってました。じゃあちょっと他の使い方もやってみたいなと思うんです。ここにマーシャルがあるので、まあね、キャビをこう持ち運ばないでもスタジオにあるからこれを使おうという方もいらっしゃいますよね、多分ね。今こっちのね、手持ちのキャビを使ってるんですけど、こっちだとどんなサウンドになるかっていうのを、まあ若干、まあ参考程度にちょっと鳴らしてみますか。つないでみました。どんな感じの音が鳴るでしょう。今ね、キャビ、マーシャルの1960、そちらにつないでますけれども、まあクリーンの状態でどこまで出るかなと、まあちょっと EQ は
割とフラットにしておいて、トレモロも切ってリバーブだけちょっとかけとこうかな。どうでしょうか。マスターを上げてですね、パワー感はしっかりありますね。ちょっとこうムチッと感が増えたんで、ちょっとだけやっぱトレーブル上げますね。あ、なんか面白い音しますね。なんというか、英米融合というか。どんな感じになるか。リアハムでやってみますね。そうですね、これも、うん、ちょっとチューブスクリーマーもやってみたくなるな、これ。よいしょ、これは歪みすぎだから。でもいい音してましたけど、全然マーシャルのキャビでも同じような印象のサウンドも出せます。はい、他にもですね使い方があるんで、なんだっけ、アンプとしてじゃなくてペダルとしてプリアンプとしてつな、使おうと思いますね。じゃあ、JC ここにあるんですけど、 JC のインプットに直接挿してどんなサウンドになるのかっていうのをちょっとやってみますね。はい、JC に今直接ギターをですね繋いでみたんですけど、まずこれが普通の JC の音ですね。というか、ザアンプを通してみようと。どんなサウンドになるかですけれども、
よいしょ。キラッとしたのが出ますね。JC になかった感じの。これペインっていう瞬発力のある感じ。これ真空カーンって感じしますよね。でもやってみますかね。こうどうだっけ、これでいいのか。ああこういう歪み方ですね。あうんうん。ちょっとやっぱチューブスクリーマー行きたいかな。ちょっと。変化してくれてですね、まあ、こういう系がお好きな方にはハマるんじゃないでしょうか。はい、というような感じでですね、いろんな用途で使えるこのペダル型アンプなんですけれども、やっぱりもうこうオーガニックなこのアナログなサウンドが大好き、まあ、チューブサウンド大好きっていう方はもうぜひねおすすめしたいなと思います。で、まあ、それを機動性ね、もうやっぱアンプ持ち運ぶって大変ですから、今の時機動性も、優先したいぞと、やっぱ大事だぞという人はやっぱこれいいんじゃないですかね、こういった形の小型のアンプ結構流行るんじゃないかなと。これだと本当ギターケースに入るし、これ結構軽いんですね。重そうに見えるというか割と大きめのサイズではありますけれども、軽いので1キロ2キロなんですかね、ちょっと測ってないですけど、そんな感じなので割と気軽に持っていけるかなと。それプラス、まあ、こういったフィズムエフェクターで割とこうなんていうかちゃんとした音がもう出せてしまうので、まあ、マルチエフェクターはちょっとっていう人でも、アンプシミュレーターはちょっとっていう人でも、こういうのがあれば結構楽しく演奏できるんじゃないでしょうか。という感じですね。気になった方、ぜひね、あの概要欄にリンクなり貼っておきますので、ちょっとチェックしていただいてね、機会あれば試していただければと思います。という感じで、参考になりましたでしょうか。
ぜひね、よかったよという方はチャンネル登録とか、してみてください。いいねとかしといてください、という感じで今日もありがとうございました。山口和也でした。またいろいろ面白いものを紹介したいと思ってますんで、乞うご期待ということで、ではでは、ありがとうございました。